はい、引き続きこんばんはです。はい、今日のお客様のご依頼ブレイクは、メイキングオブアメリカリーフ社のカットシグネチャーシリーズの商品です。こちらお客様のマイケースになりますね。で、上から1個ずついつも送ってますね。で、これ1個出して開封していきます。まあ、カットシグネチャーでワンパックスタイルで1枚しか入ってない、レギュラーもあるのかな、ありますんで、お客様ご覧になってますかね。大丈夫ですね。さっきのナショトレもね、いいの当たりましたからね。はい、じゃあ頑張っていきましょう。じゃあ開けていきますね。はい、今2箱減ってる状態なのかな。まあ上からでいいですよね。はい、あと2箱残ってるのかな。はい、よいしょ。はい、メイキングオブアメリカです。はい、まあうちももう在庫がないかな。うん、ないですね。あるか、あと2箱ぐらいしかないですね、店頭在庫も。まあまあ好きな人は好きですからね。はい、1800年代とか1700年代のカットシグネチャーがね、出ますね。誰っていう感じですけど、調べてみると結構な方とかいらっしゃいますね。はい、じゃあ開けてきますけど、どういう感じでしたっけ。レギュラーカードがあるんでしたっけ。上はレギュラーカードですね。はい、こうなってます。30枚限定のレギュラーカードですね。これ誰ですか。ハーマン・メルビル。政治家ですかね。はい、全くご存知あげないですね。1819年ですね、生まれが。はい、よいしょ。この下がもうシグネチャーになっちゃいますね。まあレギュラーをまず紹介します。ジョージ・ギャラップですかね、インベンターですね。はい、これも30枚限定です。で、カットシグネチャーですね。このままいきましょうか。はい、ですね、まあ当然ワンオブワンなんですけど、ジェファーソン・デブ、デブランク、ジェファーソン・デブランク、メダル・オブ・ホナーですね。2007年に亡くなっております。これは何ですかね。まあサインでミドルネームもちゃんとフルネームで書いていますね。なんだろうこれ、1942年。ちょっとウィキ軍人さん。ちょっとウィキのページに切り替えてちょっとみんなで見ましょうか。まあ、せっかくなんでね。はい、画面切り替えますね。もうウィキを開いてあったりします。で、ジェファーソン、ジェファーソンでブランク、ああ出ますね、ウィキあるんですね、ちゃんと。軍人さん、1921年の2月の15日生まれです。で、お亡くなりになられたのは2007年の11月の22日ですね。第二次世界大戦の海軍のパイロット、エースパイロットですね。しかもこれ、あれですね、日本太平洋、沖縄攻撃の時のエースパイロットだそうです。すごいですね。あ、ユニット名なんですね、これ。
このジェファーソンさんの率いる、舞台、これがこの、V なんですかね、 VMA112、 多分こ、海軍航空部隊ですかね、それのエースパイロットということになりますね。あー、でも一番下にあのナインキルズって書いてますね。これあの9機撃墜させたということですかね、1942年。どうなんですかね。あー、第二次世界大戦沖縄でのあれですね。ほー、でその後に、勲章を受章していると。すごいですね。どうですか。面白い。ああ、そうですね、はい。へえ、まあいろいろ経歴見るとすごいですね。ああ、ユナイテッドステーツのネイビー、海軍やってからその海軍のあれですね、現役引退した後もその海軍に携わってたということですね。へえ、すごいですよ。エアーメダルを5個も取ってます。すごいですね。こういう人たちであの何回出撃したとかってね、記録になってますからね。デブランク、24,500回出撃してますね。すごいですね。はあ、飛行機って安全なんですね。しかもね、海軍の方なんでね、船の上からですよね、大体。へえ、こういうの面白いですよね。ああ、これあれですね、中島 KI43 っていうそのインペリアルジャパニーズアーミーのフォーメーション、これを退治したみたいですね。このジェファーソンさんの部隊がで、やっつけたと。怖い。すごいですね。まあ飛行機の、日本はゼロ戦、まあ第二次世界大戦の時も結構ね、飛行機に関しては性能はかなり上だったと思いますね。それでもやっぱりパイロットの腕で、ね、逆転できちゃうんですね。やっぱりこういうのは何でも実力ありますからね。はあ、でその後ですか。うん、すごいですね。いろんな本とかも出版されてるみたいですね。で2008年の10月25日に、メダルを、まあ、厚労省かなんかでもらってるんですかね。殿堂入りしてるような感じですね、海軍で。あー、すごいです。はい、こういうのが出るということですね。あ、結構でもね、日本にね、まあ、戦争という悲しいあれですけど、日本も関係しているということで、お客様どうですか。はい、まあそうです、軍人ホールオフェーマーですね。あ、画面こっちでしたね。はい、すみません。こっちに、あのまんまでしたね。はい、こっちですね。こっちを見て話してました、今ずっと。ここにあのね、書いてますね、日本の沖縄で。はい、ああ、ガダルカナル、ああ、わかった。なるほど、ちょっと店長見落としてました。これね、これこの VMF112 部隊、ね、ガダルカナルの大戦1942年で、この人はこの人1機で9機撃墜したということですよ。一人で9機撃墜ですよ。これすごいことじゃないですか。
ああ、それはエースパイロットですね。まあ、飛行機同じ部隊だったら性能もほぼ同じですからね。ああ、これインスクリプションもかなりすごいと思いますよ。サインだけじゃないですからね。しかも、ここに軍人パイロットの切手も見えますね、ここに。へえ、これはすごい。サインもフルネーム。部隊名と戦地。年号。あと、あれですね。男の勲章ですね。まあ、当時はね、みんなしょうがなくて、ね、こういう戦争に行かないといけない時があったんです。はい。面白い。あと2泊もね、楽しみかと思います。はい。じゃあ今日はとりあえずお客様からのご依頼は1泊だったので、1泊やりました。じゃあよろしいですかね。はい。じゃあまた2泊はね、こうやって開けるのも結構みんなで見るのも楽しいかと思います。はい。じゃあ配信はこれで終了したいと思います。はい。皆様3連休の真ん中ですね。明日もお休みですけど、店長は出勤しております。ワールドスターズのカードを作ってると思います。じゃあそれでは皆さんありがとうございました。良い夜をお過ごしください。